とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。12月17日に、アップデートが来ましたよね。で、アップデートで、いろんな変更点がありました。まあ、その変更なんだけども、公式サイトに書いてあります。でも、公式サイトに書いてない変更点、見つけました。まあ、昨日のね、生放送の時、見つけたんだけども、ここ、ピラミッドのボス、ドーベルが変わったのよ。まあまあ、普通に戦うね、このドーベル、ノーマルの時は一緒です。別に変わりはないんだけども、新ドーベルになった時が変わったのよ。びっくりするぐらい変わった。よし、じゃあ行くよ。とりあえず倒します。ノーマルの方を。芸能人ラフトで来てるから火力ゴリ上げです。でさらに爆食もついてるのでかなり削れる。あ、やっぱ削れるね。ダメージはやっぱりだいぶ出せるようになった。前に比べてHP、 そうね、敵のゲージ半分削るのがやっとぐらいだったもんね、前は。それがもう3分の2ぐらい削れるようになったね、一発で。よいしょ、あっ、よいしょ。まあ、とりあえず倒したよ。お、氷塊ゼロストーンが出た。で、新ドーベルが出てきます。変わったから、どんな風に変わったのか。さあ出てきてください、新ドーベル。はい、わかる。わかんないかな。でかくなったのよ。普通の、まあ、前俺たちが知ってる時の3倍ぐらいのでかさになった。だから敵の攻撃が、まあ、食らいやすくなったよね。食らいやすくなったけども、こっちの攻撃も当たりやすくなったから、まあどっちもどっちだね、よしやし。でも攻撃がね、結構当たりやすくなってるんで、昔以上に注意が必要。特に本気になった時のドーベルは結構やばい。ウェーブも来るし、また攻撃もね、だいぶガシガシ打ってくるようになるんで、かなりね、注意していかないと、前以上にやられやすくなってるから、要注意の敵です。あぶねえ。このコズミックラッシュも、端っこの方にいてもなんか当たるからね。結構注意していかないと。あっ、もうでかい。よし、 OK、 アルマゲドゥンして。ああ、違う、本気出したか。おっ、ぶね。アルマゲドゥンしてくれればそれでもうとどめ刺すんだけどね。おお、来た。よし、とどめ刺します。いけるか、ギリいけないか。ギリいけなかった。でもあと一発、待機時間あと5秒ぐらい。おーし、あー、フィニッシュです。まあ爆食メダルやっぱ強いね。爆食は強い。ドーベルでかい。うん、まあとにかく前とはかなり変わってるので注意して戦ってください。普通にやるとやられるよ。はい、ということで今日はアップデートで新ドーベルが巨大化しちゃったっていう話でした。まあ普通に戦うとちょっと難しいかな。なので昔以上に注意して戦うようにしてください。まあとにかく回避メインで行って、回避メイン。
じゃないとダメージをね、ほんと受けやすくなっているので注意です。で、まあ、あの質問で来てたんだけども、ナイトメアレディと花子さんどれぐらい弱くなったんですかと、質問が来てます。まずダメージが昔の、アップデート前の半分ぐらいになってる。一発一発のダメージが半分ぐらいで、レーザーを打つタイミングが遅くなってるのよ。前はさあさあさあって打ってたんだけども、そうじゃなくてちょっと間を空けてレーザーが出るようになってるので敵が避けやすくなった。そして連続ヒットがねあんまりしなくなったのよ。まあ、ちょっと見てみようか。連続ヒットしないからダメージがね本当にね出せないのよ。はい、まあ見てみましょう。はい、超バケーラだね。これ俺はメダルのあのダメージとか測定してたんで覚えてるけども、ナイトメアレディと花子さんのレベル600のやつって、ダメージが一発だいたい8000ぐらい与えてました。昔は8000ぐらいで、マゼラタイタンが1万8000ぐらいのダメージだったのよね。その8000ぐらいの一発ダメージどれぐらい下がったか見てみましょう。はい、こんな感じ、4000とかそんぐらい、6000とかね、通常だったら3000とかで出る、タイミングも遅くなってるでしょ。でさらにヒット数も減ってるので、まあ弱くなったな、弱くなった。まあでも他のね普通のノーマルの召喚メダルよりはまだ強い。でも最近出たボスメダル、マゼラーとかエルゼメキアとかそのあたりに比べるともう断然弱くなったので、ちょっと入れるのはあまりおすすめしません。はい、まあこんな感じですね。ではね、今日はアップデートで変わったことやってみました。まだ変わってること他にもあると思うんだけども、まあ気づいたら動画に出します。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。